私たちの生活に欠かせない車。現代社会を利便性という面で支える車は、時によって凶器となり、人の命を奪ったり、重い障害を与える危険性をはらんでいます。救命救急医療の発展により、重大交通事故にあっても一命を取り留める可能性が高くなりましたが、脳に大きな損傷を受けると遷延性意識障害に陥ることがあります。国土交通省所管の独立行政法人自動車事故対策機構ナスバは、自動車による事故で遷延性意識障害の診断を受けた患者さんを専門的に治療する病院を設置運営する法人です。全国に4つの療護センターと3つの委託病床施設を設置し、診断、治療、そしてケアに当たっています。ナスバ療護施設では、高度先進医療機器を用いた検査情報をもとに、患者さんに合った治療を行うとともに、同じ看護師が1人の患者さんを継続して受け持つプライマリーナーシングシステムを採用するなど、より高度できめ細やかな治療、看護を行っています。この DVD では、これから退院される患者さんを在宅で介護される際に役立てていただけるように、ナスバ療護施設での看護方法などについてご紹介していきます。